はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレ弦太さによる音の違いについてのお話をさせていただきたいと思います。はい、ウクレレ弦ですね、太さを変えると音質が変わります。細い弦にしますと割とテンション柔らかく、テンションっていうのはこの弦の張りですね、柔らかい感じでストロークに向くような、とても柔らかく音が響く、細くするとですよ、そういう感じになりますね。細くてテンションが弱いということは抑えやすい、弦を抑える時にですね、抑えやすくなるんです。で、太くするとですね、今度逆に張りが強くなります。張りが強くなるということは抑えるのにちょっと力がいる。その代わりこうソロなんか弾いた時にパキーンと弾けるようなテンションのある音になるというふうなところで、その辺は好みによると思うんです。もちろんあの柔らかい細めの弦を張ってソロを弾けないということはありません。その反対で太いの張ったからストロークには向かない、そういうわけでもないんです。ここで面白いのがそのウクレレによる個体差があるんですね。このウクレレには細い弦張ると、いい感じがしたけど、同じ弦を別のウクレレに貼ったらあんまり良くないな、じゃあ太いのを貼ろう、太いの貼ったらこっちのウクレレめちゃくちゃ合うやん、じゃあ最初のウクレレも細いので合ってたけど太いのにしてみようと思ったらそっちは太いのが合わない、というふうなことがあります。ですので合う弦っていうのがどれかというのを探していただくといいと思うんですね。で、こうやって話だけでは分かんないんです。あの自分のウクレレに貼って弾いてみないと、こればっかりは BJ でも分かんないです。で、自分のイメージする音が柔らかい音なのか硬い音なのか、まだそういうのもはっきり明確に分からない方も、できたら両方弾いてみてですね、弾きやすさ、音の出やすさ、その辺も見ていただくといいと思います。で、太いの貼あったら強く押さえないと押さえづらいかと思いきや、中にはですよ、太い弦を張った方が押さえやすいというウクレレも存在します。まあ考えてみると細い弦をグッと押さえるよりも太めの面積が割とある弦をフッと押さえた方が押さえやすいというふうな感じで出てくるウクレレもありますので、この辺は本当に個体差があります。で、 BJ は実はこの弦に釣り糸を使ってるんですね。ちなみにフロロハリスと言いまして、フロロカーボン製のハリスですね。はい。なんです。それを使ってるんですね。で、このフロロ製のハリスっていうのは、まあ、あの話し出すとここだけで長くなるので、別の動画で説明してますので、そちらの方を参照していただくとしてですね、簡単に言いますと、サイズがすごく豊富にあるんです。細い方から言いますと、ウクレレに使うので、一番細いのは8号。で、そこから偶数刻みで8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30と、でロージーで30号ぐらい、2号刻みにどんどん数があるんですね。ということは16号じゃちょっと細いなと思ったら18号、もしくは20号にすると、数字が大きくなった方が口径が大きくなるんですけども、そういう風にいろいろ選べるので BJ は使ってるんですね。皆さんそこまではやる必要はないと思うんです。じゃあどうすればいいかと言いますと、オルカスという黒いフロロカーボン弦ありますよね。あのメーカーの弦というのはライトゲージ、ミディアムゲージ、ハードで、この3種類があって、その上にハードよりも太いテナーというこの4種類のラインナップになってってるので、この4種類の中から、選んでいただくといいと思うんです。太くて張りがあるのが好きだって言ったらテナー用で、テナー用で販売してますけど、ソプラノコンサートにも貼れるんです。テナーウクレレに貼るように弦の長さが長くて販売してる、その分金額が100円ぐらい確か高かったと思うんですけど、そういう弦なんですね。で、逆にソプラノコンサート用の弦をテナーに貼れないか、いや、これが貼れるんです。はい。で、ただ特殊なペグが片方にこう一列に並んでるようなもの、ああいう特殊なものでない限り普通のヘッドのテナーウクレレには、貼れるような長さは十分ありますので、興味を持った方はまずその辺から始めていただいて、これは面白いぞと思ったらツイートを揃えていただくと、いいかと思います。ということで、まあ、弦のメーカーを変えるのも楽しいんですが、同じメーカーで太さをいろいろ変えてみてウクレレにぴったり
タリ合ってるっていうのを一つ選び出してみると、あなたのウクレレライフが豊かで楽しくなると思います。ということで BJ のウクレレ講座でした。この動画がいいなと思った方は高評価ボタンのクリックをお願いします。あとチャンネル登録もお待ちしてます。ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできない、だから今はまばたきももったいないと思う。ランタンの明かりに来る夜、音が鳴い今僕は忘れない、いつもいつまででも♪